おや、エステル君と言いましたか。お連れの方はどうしたんですか。うん、少し風に当たりたいんだって。そうですか。ここはいい風が吹いていますからね。しかし君といい彼といい、その若さでブレイサーとはすごいですね。確か遊撃士資格が取れるのは16歳以上だったと思いますが。へえ、よく知ってるわね。うん、私たちもちょうど16歳よ。いいですね、若いということは。それだけで無限の可能性につながる。私もあと10歳若ければ大陸全土に眠る古代遺跡の謎をこの手で解き明かしてやるんですが。大陸全土とは大きく出たわね。ということは教授ってリベールの人じゃないんだ。ええ、北方の生まれです。ああ、エレボニア出身ではありませんよ。心配しなくても大丈夫よ。戦争は絶対に嫌だけど、帝国の人が憎いわけじゃないしね。誰か大切な方を。うん、お母さんをね。申し訳ない、立ち入ったことを聞きましたね。ううん、気にしないで。10年も前のことだもん。あれから新しい家族も増えたしね。なるほど、それが先ほどの少年ですか。弟みたいなもんね。ヨシュアにしてみればお兄さんのつもりかもしれないけど。いやだ、なんでこんなことまで喋っちゃってるんだろう。他の人に聞かせる話でもないのに。いいじゃないですか、仲良きことは美しきかなですよ。ところで教授、この塔のこと何か分かりそう。いえ、今のところさっぱり。どうやら他の塔と合わせて比較調査する必要がありそうです。他の塔っていうとロレント以外にある3つの塔ね。ええ、その通りです。ボース地方の琥珀の塔、ルーアン地方の紺碧の塔、サイス地方のグレンの塔、どの塔もこの翡翠の塔と同じ時代に建てられたそうですよ。さすが詳しいわね。でも調査するのはいいけど、あまり危険なことはしないでね。少し費用はかかると思うけど、ブレイサーを雇った方がいいわよ。民謀学者なもので。タバコがうまいな。ロレントなんて田舎の取材、最初は気乗りがしなかったが、たまには悪くないかもしれん。失礼しちゃうわね。だったら来なきゃいいのに。編集長の命令なんだよ、トンチキ娘の教育も兼ねてな。そうじゃなかったら今頃スクープを求めて王国全土を駆け回ってる最中だぜ。ふん、スクープって言ってもどうせゴシップ記事じゃないの。ゴシップも嫌いじゃないが、報道記事の方が圧倒的に多いぜ。そういう意味で今一番興味があるのはボースだな。ボース地方？何か事件でもあったの？でかい強盗事件が相次いでる。犯人の正体は分かっていないが、どうやら足を持った連中らしい。足？飛行船のことね。ひょっとして空賊ってやつ？その可能性が高いな。だがエレボニア帝国による偽装工作という線もあり得る。え？そんな、平和条約だって結ばれたのに。確かに10年前の戦争じゃ帝国も痛い目にあったからな。大陸諸国の目もあるし、滅多なことはできんだろうが、嫌がらせの可能性はあり得る。いまだ真相は闇の中さ。そしてそれを明らかにするのが俺たち分野のお仕事ってわけだ。他にも王国軍方面で新しい動きがいろいろとあるしな。まったく、いくつ体があっても足りないくらいだぜ。新しい動きって？若手の将校に切れ者がいてな、人材不足で旧態依然の王国軍にいろいろと新風を吹き込んでいるらしい。なんとかアポを取りたいんだが。
それにしてもタバコがうまいぜ。最近オートじゃ禁煙ブームで肩身の狭い思いをしてるんだが、やっぱりこれだけはやめられねえな。どうやらこの装置は完全に機能を停止しているようです。何らかのきっかけがあれば動き出すかもしれないのですが。あ、エステルちゃん、ここってすごくいい場所だね。観光クォーツの数が足りるか心配になってきちゃったよ。確かにいい景色だもんね。ところで観光クォーツって何？セプチウムを加工した極薄のクォーツでね、これに光を焼き付けることで写真が撮れるっていう仕組みなの。さすがカメラマン、商売道具のことは詳しいのね。えへん。あれ、そういえばヨシワ君はどうしたの？うん、少し風に当たってるんだって。風の中に佇む黒髪の少年か。わっ、すっごくいい絵が撮れそう。頼んだら撮らせてくれるかな。ヨシュアってそういうの苦手みたいだし、多分断られると思うけど。ちょっと残念。でもヨシワ君って恥ずかしがり屋さんなんだね。そうだ、ヨシワ君がダメならエステルちゃんはどう？お姉さんに撮らせてくれないかな。私なんか撮ってどうするの？可愛いし、なんか強いオーラをビリビリ放ってる感じなのよね。もしかしたら表紙を飾っちゃうかも。遠慮しとく。どう考えても柄じゃないもん。ちぃ、振られちゃったか。さーて、何を撮ろうかな。ヨシア、まだ気分が悪い？いや、だいぶ良くなった。もう普通通りに動けると思う。よかった。一体何が原因だったのかな。塔の中で酸欠になったにしては、私たちは大丈夫だったし、突発性の高所恐怖症だったりして。それはないと思うけど。終わったの？任せて、いっぱい撮りまくっちゃった。これで取材は終わりだ。そろそろ町に引き上げるとしよう。新米だもん、帰りもよろしく頼むぜ。よろしくお願いします。いやー、助かりました。こんなに安全に遺跡から帰れたのは初めてです。エステル君、ヨシア君、本当になんとお礼を言ってよいやら。いえ、当然の義務ですから。できれば次の調査では最初からブレーサーを雇ってよね。財布と相談してみます。それでは皆さん、またどこかで会えるといいですね。さてと、俺たちもここで失礼させてもらうぜ。最初はどうかと思ったが、なかなかいい働きをしてくれたな。一応礼を言っておこう。これが実力よ。アホ、勘違いするんじゃねえ。俺が知ってるブレイザーと比べたらお前なんざひよっこもいいところだ。せいぜい精進するんだな。肝に銘じておくわ。ところでお二人はすぐに雑誌社に戻るんですか？いや、今日一日くらいはロレントでゆっくりするさ。
原稿も書かなきゃならねえしな。私は工房に行って早速現像してきますね。それじゃまたね、エステルちゃん、ヨシュア君。父さんから引き継いだ代理の仕事もこれで終わりか。思った以上に結構やりごたえがあったわね。うん、そうだね。それと戦いだけがブレイサーの本分じゃないことが少しだけ分かったような気がする。またまたカッコつけちゃって。でもうん、私も分かるような気がするよ。まだまだ先は長そうだけど、とりあえずギルドに報告に戻ろうか。うん、そうしましょう。あ、そういえば調子はどう？また気分悪くなったりしてない？あ、うん、すっかり良くなったみたいだ。エステル、ヨシュア。あれ、知らねえ？珍しいですね、いつも飛び回ってるのに。先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね、ちょうど報告をしてたってわけ。あ、知らねえも終わったんだ。まあ、なんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちも頑張ったみたいね。やれやれ、毎日苦労してしごいた甲斐があったもんだわ。感謝してます。それじゃあ私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ、話してちょうだい。この調子で次の依頼も頑張ろう。ランクアップだ。はい、ご苦労様でした。どうかしら、シラザード、なかなか頑張っていると思わない？新人にしてはやるわね。でもここで満足しちゃダメよ。特にエステル、あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。はいはい、ちゃんと分かってますってば。エステルとヨシアもシェラザードもご苦労様でした。カシウスさんの抜けた穴がこんなに早くカバーできるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで少し退屈な気もするけど。街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。久しぶりにゆっくりできるわね。よし、今夜は思いっきり飲むぞ。エステル、ヨシュア、あんたたちも付き合いなさいよね。酔っ払った知らねえの相手すんの？あら、エステル、私の誘い断るつもりね？いい度胸してるじゃない。だって知らねえって酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。騒ぐし踊るし脱ごうとするし。確かに目のやり場に困るんだよね。シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。なんだ、そんなに嫌ならエステルは勘弁してあげるわよ。え、本当？ええ、代わりにあんたの分までヨシュアに付き合ってもらうから。え、あのシラさん？ちょっとどうもヨシュアはしっかりしてそうで奥手だからね。酒にしてもその他にしてもお姉さんがいろいろ仕込んであげようか。いろいろ。ちょっとヨシュア、何鼻の下伸ばしてんのよ。誤解だってば。大変じゃ。あれ、市長さん？エステル君とヨシア君、おお、シュラザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか、そんなに慌てて。一大事なんじゃ。家を強盗している時に私が留守に入ったらしいのじゃ。え、
市長さん、まずは落ち着きなさいよ。大きく息を吸ってゆっくり吐いて。実は私が留守にしている時に家に強盗が入ったらしいのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら、強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっと、未練のおばさんたちは？大丈夫、全員無事だよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。よかった。人に被害が及ばなかったのは不幸中の幸いだったわね。ここにいても拉致が開かない。市長さん、現場を見せてもらえる？よろしくお願いする。待って、私たちも行く。そうですね、何か役に立てるかもしれません。仕方ないか。アイナ、私たちは事件の調査に入るわ。何か面倒が起こったら全部リッチに押し付けてやって。酒場でのんびりしてるはずだから。ええ、分かったわ。みんな気をつけてちょうだい。うわ、めちゃくちゃだわ。これはまた見事なほどの荒らされっぷりね。女王陛下に送るはずだったセプチウムも盗まれてしまったよ。せっかく君たちが運んでくれたのに申し訳ない。謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。ところで他の部屋の様子はどうですか？他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。エステル、ヨシは？頼みたいことがあるんだけど。何？私は市長さんから事情聴取をさせてもらうわ。その間、あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。それって、いわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんですか？せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。分かった、できる限り頑張ってみるわ。慎重に、そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？何から話したものか。現場検証か、なんかドキドキしてきちゃった。早速この部屋から調べてみようか。それと屋敷の人たちから犯行当時の証言を聞いてみよう。うん、オッケー。さすがは市長さん、難しそうな本がいっぱいあるわね。価値の高い寄稿本も並んでいるみたいだね。犯人が価値を知らなかったのか、それとも。これは小物入れね。中身は空っぽみたいだけど。箱の蓋についた錠前が焼き切れたようにちぎれてる。もしかしたら動力銃を使ったのかもしれない。めちゃくちゃに荒らされてるわね。リタさんが見たらそっと押しちゃいそうだわ。本棚に並んでいた本が散らばっているみたいだ。あまり意味のある行動には思えないけど。壺が倒れてる。中には何も入ってないわ。何かの弾みで倒れただけみたいだね。引き出しの中には書類が何冊か入ってるわね。荒らされた感じはしないけど。どうやらロレント市の行政に関する書類みたいだ。これが無事っていうことは政治的な目的じゃなさそうだな。せっかく
女王様への贈り物が。犯人ども絶対に許すまじ。こうして見てみると扉を壊したわけじゃなさそうだ。暗証番号を解析して開けたのか、それとも解析なんてできるの？不可能じゃないけど、プロの技術者じゃないと難し、もっと簡単な方法で番号を調べたとしか思えないな。簡単な方法？そうだな、例えば特殊なパウダーをボタン全体にまぶしてやるんだ。そのパウダーは吸着性があって、しかも微細なため目には見えない。ただ青い光に当てると発光する。うんうん。そのパウダーがついている状態で市長が暗証番号を入力するとしよう。するとボタン状のパウダーが指にくっついて取れてしまう。これでどのボタンが押されたのか分かるっていう寸法さ。ちょっと待って、それ順番までは分からなくない？いや、そうでもないんだ。指についたパウダーが増えるとボタンから取れる量は減っていく。つまり発光量の少ない順からボタンを押していけばいいんだ。数字が重複してたら難しいけど、大体の番号は推測できるはずさ。なるほど。ヨシはひょっとして天才？こんなのは基本だよ。とにかくボタンを調べてみよう。やっぱりあのパウダーだ。さっき説明した方法で開けたのは間違いないと思う。そっか、問題は誰がそのパウダーをボタンにまぶしたかってことね。少なくともこの屋敷を訪ねたことのある人だろうけど。そうだね、それが問題だ。あれ、手すりに傷がある。本当だ、しかもまだ新しいね。金属製の何かを引っ掛けたような跡みたいだ。さす価値の犯人。あれ、これってこんなところに葉っぱなんてちょっとおかしいかも。しかもこの辺りの木に生えているものじゃないわ。鋭いね、エステル。ここは屋敷の人たちが閉じ込められていた場所だ。閉じ込めるとき犯人たちが落としたものかもしれない。重要な証拠物件ってやつね。びっくりですよ。屋根裏の掃除をしてたらいきなり覆面の男たちが入ってくるんですもん。覆面の男たちってことは単独犯じゃないんだ。何人ぐらいの集団でしたか？そうですね、 3,4 人だと思いましたけど。あ、そういえば一人は背が低かったんですよ。女性だったかもしれませんね。ミレーヌおばさん、大丈夫？ええ、心配はいりませんよ、乱暴。あの、侵入者たちについて何か気づいたことはありますか？覆面をしていたから特徴とかはわからないけど、そういえば確か玄関には鍵がかかっていたはずなのよ。うちの人が教会に出かけて女二人だったから、用心のためにね。あの人たち一体どこから入ってきたのかしらね。
確か犯行当時は鍵がかかってたって言ってたよね。鍵も壊れてなさそうだし。ということは他の場所から侵入したんだろうね。帰ってきた時にはもうこの有様だったからの。犯人たちの姿も全く見ておらんのじゃよ。市長さんから一通り事情を教えてもらったわ。あんたたちは何か収穫あった？それじゃあ一つ一つ確かめていくわよ。まず犯人たちが狙ったのは？犯人たちの規模は？どこから侵入したの？ズバリ今回の犯行に関係すると思われる人物像は？よく調べたじゃない。これで犯人は特定できそうだわ。市長さん、ここ 2,3 日の間で初対面の人物を書斎に通した？そうじゃな、何人かいることはいるが、雑誌社の記者諸君もそうじゃ。なんだ、あの人たちも市長さんを訪ねていたんだ。犯行当時彼らは僕たちと翡翠の塔に行っていました。容疑者からは除外できると思います。なるほどね。市長さん、それ以外には？それ以外というとジョゼット君しかおらんわ。でもまさかの。さすがにあの子が犯人ってのは無理があるよね。なんといっても王立学園の生徒だし。犯罪者が分かりやすい格好をしているとは限らないわ。制服なんてその気になればレプリカを作ることもできるしね。でも本当にいい子なんだってば。人当たりが良くてお嬢様っぽくてね。よしよ。あいにくだけど僕の意見は逆だよ。え？あの時市長さんがセプチウムを金庫に入れた時、あの子まるで狩人のような獲物を見る目をしていたんだ。もちろん確証はなかったから問いただせなかったんだけど、少なくとも僕の目にはただの女学生には見えなかった。そんな信じられんの。どちらにせよその女の子には話を聞いてみる必要がありそうね。その子どこにいるか知ってる？確かホテルに泊まっているはずだけど。でも今日あたりにロレントを立つって言ってたわ。うん、急ぐ必要がありそうね。エステル、ヨシュア、まずホテルを当たってみるわよ。うん、わかりました。エステルさん、ヨシュアさん、おや、シェラザードさんまで。どうかなさいましたか？ジョゼットって知ってる？ここに泊まっているはずの王立学園の学生さん。もちろん存じていますが、つい先ほどチェックアウトされたばかりですよ。一足遅かったわね。発着場に行きましょう。まだ間に合うかもしれない。悪い子には見えなかったんだけどな。ん？大変申し訳ありません。間もなく到着すると思いますので今しばらくお待ちください。アランさん、私たちだってば。なんだ、エステルたちか。おや、シェラザードさんまで。
一体どうしたんだい。この辺りで制服姿の女の子を見かけませんでしたか。制服姿の女の子？それってどこの制服？ジェニス王立学園だけど。ああ、あそこの制服は可愛いんだよね。清楚で可憐な白のスカートと紺のハイソックスのコントラスト。ロマンだよね。男子の制服は忘れちゃったけど。理解不能なこだわりね。それが男の性ってやつよ。で、その王立学園の制服を着た子を見かけなかった？いや、ここ1ヶ月ばかりはお目にかかっていないけど、乗客の出入りはチェックしてるから少なくとも飛行場には来てないよ。ということは飛行船を使わずに街道沿いでロレントに来たのか。困ったことになったわね。一気に捜索範囲が広がりましたね。考えてみれば仲間がいるはずだから、そいつらが潜伏する場所があるはず。あ、そういえば。どうしたの、エステル。これ、拾ってたの忘れてたわ。何かの手がかりにならないかな。そうか、それがあったね。シェラさん、この近くでセルベの木が生えている場所を知りませんか？セルベの木か。確か、ロレントの南にあるミストバルトに生えていたわね。ミストバルト？行ってみる価値はありそうね。そうと決まれば、町の南口から街道に出ましょう。盛り上がってるね。よくわからないけど、頑張りなよ。先輩、危ないですってば。そんなに無理して走ったら。これが走らずにいられるかってんだ。ちしょう、タバコを減らすべきかもな。何やってるの、お二人さん。ああ、お前たちか。実はな、これからボースに行かなきゃならねえんだ。でも定期船はまだ来てないみたいですけど。知ってる。だから街道を通っていくんだよ。さすがに時間はかかるが、歩いていけない距離じゃねえしな。そりゃあご苦労様ね。ひょっとしてスクープ狙いなの？ええ、とびっきりの極上者だぜ。こうしちゃいられねえ。なんとか今日中に着かねえと。先輩、本当に大丈夫かな。あ、それじゃあまたね、エステルちゃん、ヨシア君。にぎやかな連中だこと。あんたたちの知り合いなの？例の雑誌社の記者たちよ。父さんの代わりに塔に案内した。何か事件でもあったのかな。Thank you.
ここからがミストバルトね。シラさん、何かわかりますか？間違いないわね。ほんの少し前に複数の人間がこの辺りを通った気配があるわ。十中八九当たりかもしれない。そんなことわかるんだ。逃亡犯のトレースもブレーサーに必要な技術だからね。とにかく森の中を調べるわよ。あまり大声を出さないようにね。やじゃ。了解しました。任せなさい。はあ、私の番ね。アーツ駆動。せい。だらしがないわね。そこ！えい！僕の番だね。撤退を開始する。回り込まれた。私の番かしら。一旦引くわよ。一旦引くわよ。そんな、囲まれた。任せて。一旦引くわよ。そんな、囲まれた。行くよ。撤退を開始。失礼させてもらうよ。僕の番だね。私の番かしら。そこ。私の番ね。行くよ。私の番かしら。お仕置きしてあげるわ。せい。僕の番だね。私の番かしら。そ
そこ。全くちょろいもんだよね。あの程度の下準備でこんな極上品が手に入るなんて、これで兄たちに自慢できるよ。しかしお嬢にはびっくりだぜ。いくら制服着てたからってあんな演技ができるなんてよ。さすが元貴族令嬢だね。ふんだ、昔のことはどうだっていいだろう。しかしこの格好してりゃ大抵のやつは騙せるから助かるよ。あのお人よしの市長といい、能天気な女遊撃士といい、おめでたいやつら。もうちょっと話を聞いてみよう。仕方ないわね。でもあのガキども結構手強そうでしたぜ。鉱山に現れた魔獣をことごとく退治してたし。鉱山？ああ、君が失敗したやつか。成功してたら僕がわざわざ猿芝居を打つことなかったのにさ。すまんお嬢。ま、そう気にすんな。終わりよければ全てよしだよ。それにしてもあんな連中が遊撃士とは全く笑わせてくれるよね。特にあの能天気女、僕のことをけほども疑わずに仲良くなれそう。だってさ笑いをこらえるのに必死だったよ。何がおかしいのよ。あんたたちは黙って聞いてりゃ、能天気だのおめでたいだの好き放題言ってくれちゃって、覚悟はできてんでしょうね。遊撃士だと？どうしてここに？屋敷からセプチウムを盗んだ手際は見事だったけど爪が甘かったみたいね。遊撃士協会規約に基づき、家宅侵入、器物破損、強盗の疑いであなたたちの身柄を拘束します。抵抗しない方が身のためですよ。お嬢どうすんだ。ビビることはないよ。いくら遊撃士とはいえ所詮は女子供の集まりさ。僕たちカプア一家の力を骨の髄まで思い知らせてやるんだ。何が女子供よ。自分のことを棚にあげておいて。絶対ギョフンって言わせてやる。それはこっちのセリフだね。君たちやっちゃいな。勝てるぜ。行くよ。行くよ。任せなさい。圧駆動、私の番ね。はあ、you
僕の番だね。私の番かしら。そこ。僕の番だね。任せなさい。そこ。任せて。僕の番だね。私の番かしら。はっ。私の番ね。これが私の実力よ。そんなバカな。ふふん、参ったか。遊撃士をなめるんじゃないわよ。さて、あれは返してもらうからね。僕のセプチウム。あんたのじゃなくてロレントの人たち全員のもの。まったくズーズーしいんだから。さて、決勝も取り戻したことだし、告白タイムと参りましょうか。面白い名前を言ってたわね。確かカプア一家とか。ギク。さあね、何のことやら。強情じゃない。そういう子は嫌いじゃないわよ。危ないじゃないのさ。口を開くつもりがないなら体に聞くしかないじゃない。大丈夫、優しくしてあげるから。近寄るな。あっち行け。知らねえ、絶対に楽しんでるよね。触らぬ神にたたりなしだね。シロさん、危ない。オーバルカノン。知らねえ、大丈夫。平気よ、それより上に注意なさい。飛行艇。大丈夫か？キールディ、ずいぶん遅かったじゃないか。まあいいや、早く加勢してよ。いや、ロレント進出はお預けだ。お前がいない時にボスで面倒なことが起きたんだ。面倒なこと？いいから早く乗りな。グズグズしてると置いてくぞ。勝負はお預けだ。これで勝ったと思わないでよ。いずれ決着をつけてやるからね。参ったわね。あんなものまで出してくるとは。一本取られちゃった。笑い事じゃないってば。悔しいよ。まあいいじゃない、セプチウムも取り戻せたんだし。それにしても彼らは空賊だったみたいですね。ええ、間違いなさそうね。どうやらボース地方を根城にしてる連中みたいだけど、まさかロレントみたいな田舎に出張してくるとは思わなかったわ。風俗だろうが山賊だろうがどうだっていいわよ。あの生意気ボクっ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。ギタギタのパーって。大変なことがあったわね。
まさか空賊が現れるなんて。逃がしてしまったのも無理ないわ。いや、今回は私のミスだわ。もっと用心して叱るべきだった。まだまだ先生の息には遠いわね。知らねえの責任じゃないってば。頭に血が上ってた私のせいだと思う。僕も迂闊でした。いや、あんたたちはよくやったわ。市長邸の現場検証も完璧だったしね。アイナ、推薦してもいいんじゃない？そうね、私もそう思います。推薦？どういうことですか？その前に、まずは今回の調査の報酬を渡しておくわね。これで依頼達成ね。それと、これを受け取ってちょうだい。これって？今のあなたたちは準遊撃士、つまり見習いみたいなものね。正遊撃士になるためには、王国にある全ての地方支部で推薦を受ける必要があるの。これはロレント支部の推薦状よ。いいの？そんなものもらっちゃって。声優劇士になるにはそれなりの実績を上げる必要があるって聞きましたけど。代理の仕事と今回の活躍、実績としては十分だと思うわ。ただし、あくまでロレント地方での実績だけどね。他の地方支部でも実績を上げて推薦をもらう必要があるってわけ。ボース、ルーアン、ザイス、そしてオート、グランセル。まだまだ道のりは長いわよ。でもでも、すっごく嬉しい。一生懸命やった甲斐があったわ。ねえヨシア、こうなったら他の地方にも行くっきゃないよね。言うと思った。賛成だけど、僕たちだけじゃ決められないよ。父さんが帰ったら相談してみよう。あら、あ、それって通信機よね。はい、こちら遊撃士協会リベール王国ロレント支部です。あら、ご無沙汰しております。本当ですか？それは大変なことになりましたね。何かあったのかな？そうみたいだね。ええ、確かに先日から出張で出かけておりますが。何ですって？失礼しました。にわかには信じられませんが。ええ、わかりました。家族には私から伝えておきます。大丈夫です。本人たちも遊撃士ですから。はい、何か分かったらよろしくお願いします。アイナさん、何かあったの？珍しいこともあるもんね、あんたがそこまで驚くなんて。で、どこからの連絡だったの？ボース支部からよ。
大変なことが起こったわ。定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったの。え？どういうことですか？まだ詳細はわからないわ。現在王国軍が出動して大規模な捜索をしているそうよ。そのせいで他の定期船も運航を見合わせているらしいの。なるほどね。それで発着場が混雑してたのか。それでアイナさん、エステル、ヨシア、気をしっかり持ってちょうだい。行方不明になった定期船にカシウスさんが乗っていたらしいの。え？まさか、嘘でしょ？乗客名簿に名前があったらしいの。ディベール遊撃士協会ロレント支部所属聖遊撃士カシウス・ブライト45歳って。エステル、いいかな？ヨシア？食事の用意、できたから。ちなみに今夜は、ローストチキンのバジル風味と、オニオンスープのグラタン。美味しそうだね。うん。後で行くから、先に二人で食べててよ。そっか、わかった。冷めないうちにおいでよ。運命の輪。またこのカードが出たか。やはり何かが起きているのは疑いようのない事実。その何かが未だ見えてこない。あら、エステルはどうしたの？先に食べててくれって。あまり食欲がないみたいです。そっか、さすがにあの元気娘も今回ばかりは答えたみたいね。無理ないですよ。なんだかんだ言って仲のいい親子ですから。そうね。シェラさんはどう思います？今回の件、事故なのか、それとも事件なのか。正直何とも言えない。先生は一流の遊撃士よ。こと危機管理に関しては桁外れの能力を持っている。事故だろうが事件だろうが、その場に先生がいるんだったらすぐに解決されているはずだわ。だけど実際、定期飛行船は先生ごと行方不明になった。ありえないことが起きた。つまりそういうことですよね。そんな顔しなさんな。あんたはどっしり構えてエステルを支えてやなさい。明日私の方で動いて。はあ、いい匂い。もう我慢の限界だよ。エステル、あんた大丈夫なの？もうダメダメ、お腹空いて倒れる寸前だよ。うわ、美味しそうじゃん。いただきます。あれ、二人とも食べないの？美味しいよ、スープグラタン。オニオンの甘みが効いてて。さすがヨシア、いい仕事してるじゃない。そりゃどうも。ほらほら、シェラネーも遠慮しないで。あ、父さんが隠し持ってる秘蔵のブランデーでも飲む？確かスタインローゼの20年ものだったかな。スタインローゼ？しかも20年ものですって？
ょっとシェラさん。あ、遠慮しときます。ところで何をしてたのよ。ヨシュアが呼んでも降りてこなかったじゃない。ん？ああ、替えのパジャマを探してたの。奥にしまったお気に入りがなかなか見つからなくってさ。パジャマ？それと旅行用具一式。どれだけかかるかわからないし、備えあれば憂いなしってやつよ。あんたもしかして先生の消息を確かめにボースに行ってみるつもり？もちのろんよ。あの悪運の強い父さんに何かあったとは思えないけど、じっとしてるのは性に合わないし、ちょっくら行って確かめてくるわ。まったく、君って子は前向きっていうか神経がずぶといっていうか。何よ、失礼しちゃうわね。どうせヨシアも付き合ってくれるんでしょ。当たり前だよ。でも定期飛行船は軍の捜索活動が終わるまで運航中止になっているみたいだ。ボースまで街道を使って歩いていくしかなさそうだね。歩いてボースまでか。どのくらい時間がかかるのかな。遊撃士の足だったら急げば半日くらいのもんよ。しかし全く。そういうことなら話は早いわね。その話私も乗せてもらうから。え、シェラネーも来てくれるの？でも仕事が忙しいんじゃ。こら、私は先生の弟子よ。死に何かあったと聞いて留守番なんかしてられますかっての。教会の仕事はアイナに頼んで他のメンバーに回してもらうわよ。シェラネー。シェラさん、ありがとう。礼を言われる筋合いはないわ。これだけの事件を新人だけに任せるわけにはいかないってこと。悔しいけどその通りかもしれない。まあいいや、シェラネーが一緒だったらすごく心強いし。よろしくお願いします。こちらこそ。とりあえず明日の朝出発前にギルドに寄りましょう。アイナに事情を説明しなくちゃね。話は分かりました。正直カシウスさんに続いてシェラザードに抜けられるとかなり人手不足になるけど、他ならぬカシウスさんのことだもの。遠慮せずに行ってきてちょうだい。恩に切るわアイナ。ま、せいぜいリッチのやつを目いっぱいこき使ってやって。普段の仕事量の3倍はいけるはずだから。さすがにかわいそうじゃない。いざとなったらオート支部に応援を頼むから心配しないでね。ところでシェラザード、少しだけ時間をもらえない？あなたが受けるはずだった仕事についてちょっと。うん、分かったわ。エステル、ヨシは2階で待っててくれる？すぐに終わらせてきちゃうわ。はい、分かりました。シェラネ、待つんだったら時計台の前でもいいかな。ちょっと挨拶したい人もいるし。うん、そっか。うん、そうだったわね。それじゃあ時計台の前で待ち合わせということにしますか。用事が済んだらすぐに私も行くからね。了解。よし、行こう。あ、うん。こ
ここの時計台を見るたびに思うんだけど、戦争で一旦壊れた後、よくここまで直したもんだね。ロレント市民の気概を感じるな、うん、エステル。ね、ヨシア、知らねえが来るまでちょっと上に登ってみない？時計台の上？別に構わないけど。それじゃあ行きましょう。はあ、朝の空気が気持ちいい。ねえヨシア、ここからだとうちが見えるよ。本当だ、屋根が見えるね。でもいつもはここに登りたがらないのに、どういう風の吹き回しだい？この場所、君はあんまり好きじゃないと思ってたけど。この場所は好きだよ。でも気軽には登れないんだ。お母さんが亡くなった場所だから。10年前の戦争の時ね、ロレントを包囲した帝国軍が市民の降伏を促すために象徴である時計台を砲撃したの。その頃父さんは王国軍の軍人として戦っていて、私、父さんが戦っている相手がどういう人たちなのか見たくて、この時計台に登っていて、逃げる暇もなく巻き込まれてた。でも気づいた時には私はほとんど無傷だった。お母さんがね、助けてくれたの。腕の中に私を抱きしめて、たくさんの瓦礫から守ってくれて、それから泣きじゃくる私に大好きな子守歌を歌ってくれて、それで瓦礫が取り除かれた時には、戦争が終わってここは元通りになったけど、あまり来ないようにしていた。辛い思い出があるからじゃないの。この場所に来ると心のどこかでお母さんに頼っちゃいそうで、頼ってばかりじゃお母さんみたいに強くなれないような気がして。エステル、でもいいよね。今日くらいは頼っても父さんが無事に帰ってくるように、お父さんを守ってあげてってお母さんにお願いしても。当たり前だよ。大丈夫、父さんはきっと無事でいる。君のお母さんが守っているんだ。無事に決まってるじゃないか。万が一無事じゃなくても、エステルが助けてあげればいい。お母さんに助けられた君が今度は父さんを助ければいい。僕も一緒に手伝うからさ。ヨシア、君の悲しみを完全に分かち合うことはできないけど、こうしてそばにいることはできるから。僕の胸でよかったらいくらでも貸してあげるから。だからヨシア、かっこつけすぎ。もうそんなこと軽々しく言ったりしないの。え、他の女の子だったら完全に誤解してるところだって。ヨシアって将来絶対色恋沙汰で苦労するタイプよね。はあ、お姉さん心配になってきちゃった。悪かったね、軽々しくて。なんだよもう、人がせっかく心配してるのに。ありがとう、励ましてくれて。なんだか元気出てきちゃった。そう言ってくれるとカッコつけた甲斐がありますよ。まったくもう。いじけない、いじけない。これでも感謝してるんだから。さてと、そろそろ下に降りよっか。シェラ姉が待ってると思うし。そうだね、戻ろうか。ねえお母さん、私
やっと気づいたよ。私が遊撃士を目指したのは、お母さんみたいに誰かを守れるくらいに強くなりたいからだって。だから待っててね。絶対に父さんを連れて帰るから。お二人さん、いいムードだったわね。お姉さん思わず赤面しちゃったわ。まさか覗いて。何を人聞きの悪い。時間を見ようと上を見たら目に入ってきただけよ。ああ、オーバルカメラでも持っていればよかったわ。もう何言ってんのよ。単なるスキンシップじゃない。酔っ払った知らねえの抱きつき癖と同じだってば。はあ、ん？どうしたの？ああ、あんたって子は本当からかいがいがないわね。まあいいわ。レナさんに挨拶してきたの？うん、ちゃんとお願いもしてきたよ。父さんを守ってあげてって。そう、だったら大丈夫。レナさんの加護はエイドスに匹敵するからね。カシウス先生の無事は保証されたようなもんだわ。それはいくらなんでも持ち上げすぎだと思うけど。そういえばシラさんはエステルのお母さんと会ったことがあるんですね。ええ、子供の頃にお世話になったの。私がまだ一座にいた頃ね。一座？巡業サーカスの一座よ。知らねえ、踊り子やってたんだ。もうずいぶん前、ロレントに巡業に来た時に知り合いになったの。正確には12年前ね。私が11でエステルが4つ。その時の縁で遊撃士になる時にカシウス先生に弟子入りしたわけよ。そうだったんですか。まあそのあたりのことはいずれゆっくり話すとして、そろそろボースに出発するとしますか。定期船が運休している以上、ボースに行くには街道を通るしかないわ。まずはボース地方との境にあるベルテ橋の関所に行くわよ。西のミルヒ街道の終点ですね。それじゃ